バーニー・ドレーファスバーニー・ドレイファスは1890年から1930年代に活躍したメジャーリーグベースボールの球団経営者。救名はベルンハルト・ドライフス。ドイツ南西部のバーデンビュルテンベルク州フライブルクイム、ブライスガウで生まれた。1900年から1932年までピッツバーグパイレーツのオーナーとして野球の近代化に木を2008年に アメリカ野球伝道入りした。父サミュエルは1861年頃にはユダヤ系ドイツ人としてアメリカ合衆国の永住系を持っていた。少年時代はカールスルーへの銀行で研修を受けていたが、1881年16歳の時に親類のベルンハルム家を頼ってアメリカへ移住した。 ベルン・ハルム家は1888年にケンタッキー州へ引っ越し、ドレイファスは1899年34歳の時にナショナルリーグに所属していたルイビル・カーネルズの理事長となった。しかし同年、ナショナルリーグは加盟球団を12から8に減らす縮小策を打ち出し、当時何度も最下位になるなど弱かったカーネルズは削減の対象となる。 ドレイファスはルイビルに所属していた主力14選手をピッツバーグパイレーツに移籍させ、自らも翌1900年にパイレーツのオーナーとなった。当時のカーネルズはチームの成績こそ伸びなかったものの、その後アメリカ野球殿堂入りするホーナスワグナーやルーブ、ワッテル、監督のフレッド・クラークなどの有望な選手を抱えていた。これらの選手の移籍によって補強されたパイレーツは、 ドレイファスがチームを所有していた1932年までの間に計6度のリーグ制覇と2度のワールドシリーズ制覇を達成する競合チームになる。ドレイファスはまた1903年から始まるワールドシリーズの開催に尽力し、1909年にはパイレーツの本拠地、フォーブスフィールドを新たに建設。フォーブスフィールドは 鉄骨とコンクリートによる近代的な球場の先駆けとなった。1932年にオーナー在職のままニューヨークで死去。2008年にベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入りした。ありがとうございます。